どうも皆さんこんにちは、オカリナの平本です。今日はですね、木工原の前からお送りしております。さて、前級先生の方は東京ですね。そして、山村先生は栃木県小山市でやります。で、山村先生の方はですね、私も行こうと思ってますので、ぜひ会場で、私と握手をしてください。オカリナ製作所の並びにオカリナ塾を応援しております、平本です。いつも簡単にオカリナ並びオカリナ塾ご愛顧いただきましてありがとうございます。今日はですね、サムネイルにありますように、前級先生と、山村太鼓先生というね、非常にね、もう長年カンタレを愛していただいております。2人のプロのですね、演奏会の、告知というかね、情報でございます。ということでね、まずね、さっき前級先生の方からね、行きましょうか。こちら前級先生のコンサートがあります。ですね、場所はですね、東京でございますね。はい、渋谷区のですね、セルリアンタワー東急ホテル、2階ですね。こうなんか料理が食べられて、なんかこういういい感じのとこですね。うん、そこでやります。全球オカリナライブスプリングクラシック&ジャズということで、曲目見ますとですね、今年の春のライブはね、春をテーマにしたクラシックとジャズの名曲をお届けしますと書いてありますので、クラシックとジャズ好きの方はいいかと思いますね。演奏予定曲、これあくまでも予定ですけどね、春の声ね、予算シュトラウス2世、エリーゼのために、うん、バイオリンソナタ第5番、春第一楽章、まあベートーベンでございますね、というように、非常にこう豪華なクラシックが、まあ、ジャズテイストで聴けるんじゃないかなと思っています。日にちはですね、5月17日、の月曜日、14時開演になっております。カンタレオフィシャルサイトの私のブログの方に詳細は貼り付けておきますけども、この YouTube の下の概要欄の方にもちょこっと書いておきます。うん、これはですね、チケット制になっておりましてですね、おいくらかな、はい、そうですね、一部二部制ですね。一部が、15時から15時40分で休憩があって、二部が16時から16時40分ということで、詳しいことはですね、お問い合わせ先も書いておきます。こちらでございます。ぜひお願いいたしますということでね、出演がですね、オカリナが前級先生、そして、ピアノということでいいんじゃなかろうかと思います。まあ僕もね、一回だけ行ったことこれあるんですけど、素敵なホテルでございます。あのムードがあってね、うん、ぜひぜひ行ってください。これはですね、予約制で、5000円になってます。で、当日になりますと5500円なんで、ぜひ、予約してから行ってみてください。前級先生の素敵なクラシックとジャズが好きな方はぜひ行ってみてくださいね。うん、5月17日です。で、次がですね、今のが5月17日ですね。次がですね、これはですね、僕もですね、実は行かせていただく予定になっておりまして、ですね、時間が、日時がですね、5月9日の日曜日ですね。これは栃木県です。小山市の障害学生センターショーホールで、ですからこれは僕も行くんですけど、去年一昨年も行かせてもらったんですけど、小山駅を出ましてすぐ隣の駅ビルではないな、すぐ隣のビルになってますんで、ロブレの6階ということですね。うん、ですね、これは何ていう名前なのかな、オカリナソロ発表会ということで、山村太鼓先生が、教えてる門下生のソロ発表会ですね。うん、出演者がバーッと出てます。まあここに出しておきます。はい、でピアノ伴奏があって、ゲストでこれはメゾソプラノって書いてありますが、声楽の方ですかね、もういるということでね、うん、おそらく先生も演奏するんじゃないのかなとは思ってますけどもね。こちらは入場無料になっております。はい、5月9日で開演が13時、そして、会場が会場が12時30分で、開演が、13時、1時ですね。そして特別企画で、カンターレオカリナの販売もあるよということでね、僕もね、
ちょこっとね、思想できるブースなんか持っていきたいと思っております。はい、ぜひね、なかなかね、手に取って見られない栃木の方は行ってみてください。お車というよりは電車の方がアクセスはすぐ行けるかなと思います。はい、本当に、大山駅を出て30秒で着きます。はい、その、このロブレには、はい、すごくね、150人ぐらい入るホールで、素敵なホールで、僕も去年一昨年行かせてもらって、今年ちょっと行かせてもらいます。もしかしたら私、ステージに乗るかもしれませんわかんないけどね。でもまあ一応ね、その、先生が使ってくれてるカンターレっていうのはこんなのだよってね、トランクに持ってくんで、そんないっぱいは持ってきませんけど、直に手で取ってね、あ、こんなものかってね、もしかしたらそこで買えるかもしれませんのでね、まあ 4C とか 3F とかね、 HC とか、まあ売れ筋とか人気商品をちょこっとその時あれば持っていきたいと思います。5月9日ね、5月9日に、小山市障害学習センターホール、ロブレ6階でね、私も何もなければ行こうと思ってますから、ぜひ来てみてくださいということで、ね、今日はですね、じゃあ、2人ともですね、善久先生、そして山村先生、もうカンタレ、まあ私がね、本当に学生の時からお付き合いがあってですね、もう第一線を行っているそのトッププロでございます。で、先生のリサイタルということでね、5000円ということで、山村先生の方は山村先生の門下生の発表会ということでね、こちら入場無料、そして私もぜひ行かせてもらって、パシャパシャとかね、ちょっとね動画とか撮らせてもらおうかと思ってます。もしかしたらオカリナ塾の塾生なんかも出るんじゃなかろうかと思ってますんでね、塾生の演奏なんかもね撮っていきたいと思ってますけどね、なので5月17日は善久先生ね、セルリアンタワーに行ってください、渋谷です。そして、5月9日日曜日は栃木の小山駅のすぐ近くのね、ロブレ6階に来てくださいということで、ね、まあオカリナやるには非常にいい陽気になってきましたのでね、マスクをしてね、万全にして、やっぱりね、インプットとアウトプットです、ものすごい大事なんですよ。ですからいいね、先生の演奏をね聞いてインプットした後帰ってきて出す、そして、山村先生の人の方はいろんなね門下生の演奏を聞けますから、それをインプットして、自宅に帰ってアウトプットで、演奏をする、そういうね循環が非常にできますから、どちらね、東京とね、栃木なんて行きやすい方でいいと思います。どちらもどちらで素晴らしいコンサートになると思います。そして栃木の方の山村先生の主催の方には私平本浩太も、ぜひ参加させてもらうと思っております。ね、書いてありますから、カンターレのオカリナの販売もあるよってこれ行かなきゃダメですね、行きますんでぜひ、僕と握手、バイカンターレ。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。カンターレのご購入はAmazon ベースのオンラインショップでお待ちしております。